小村家の人々。皆さんごきげんよう、バカボン村です。そして皆さんごきげんよう、小村マナです。オムラ家の人々シーズン3、ごきげんよう。オムラマンのとバカボンオムラ、血のつながってない2人のオムラがそれぞれ紙に6マス分のネタを書き、サイコロを振って投稿していきます。よいしょ、はい、ということでオムラ家の人々シーズン3、ごきげんようなんですが、はい、今日はマナさん、6マス分のネタを紹介してください。はい、今日はですね、ぜひ神髄まで、はい、神髄までぬぬっと釘を打ってほしいと思っています。 あなたバカ。あなたバカ。行くますよ、行くますよ。おいおい、大丈夫か、今日行くますよって言われたの。え、俺違う言語を喋る人と初めて会いましたよ。1が出たら、はい、ラジオの話、はい、2が出たら、はい、YouTube の話、はい、3が出たらテレビの話、はい、4が出たら Twitter の話、はい、5が出たら TikTok の話、はいはい、6が出たら Instagram の話、はい、お願いします。では行きます。はい、トゥル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 トゥ私ですね、毎週月曜日はお仕事で宿泊をしております。それこそ、ネスホに泊まっております。あ、ビジネスホテルですね。そうです、そうです。で、大体ですね、夜の、お仕事なので、はい、夜11時まで生放送やってますが、その後、移動して、ホテルで、過ごすわけですが、はい、まあ言うてもなんかね、お風呂入ってちょっと軽く飲んで寝るんですけれども、テレビ見ててもいいんですが、なんかダラ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 テレビ見てても今しょうがないんでね、 YouTube 見ることにしてるんですよ。で、Wi-Fi が飛んでるんで、ちゃんと Wi-Fi でそのホテルの Wi-Fi 受け取って、はい、で YouTube を見てるんですけれども、ええ、これは、最初の頃は完全に平成仮面ライダーシリーズを見てたんですが、無料配信あるんですよね。無料配信、無料配信を見ております。めちゃくちゃフルに使ってる。無料配信を見ておりまして、そうなってちょっと時間をね潰す程度の、無料配信のものなので、はい、YouTube 上でこうやっていろいろ見ると、まあ上がってるんで楽しいなと思って見てるものが、今ルーティーンになってるのがですね、そうですね、1970年代にやっておりました特撮、ウルトラマンシリーズを作った円谷が、作ったという名作ミラーマン、はい、このねミラーマンを30分見て、へ、ホテルに入ったらもうすぐにお風呂入って、はい、それで出てきたらもうすぐにミラーマン見て、ミラーマンでございます。そうです、そうです、ミラーマンでございます。あ、ミラーマン、村上さんありがとうございます。コンプレックス、そうなんです。ミラーマンも後半に入ってまいりました。もう、30話近いのかな、まで来て、これが30分週1回の配信なので、はい、昔見てた、子供の頃見てましたから懐かしいなと思いながら、ミラーマンをですね、まず30分、70年代の特撮をこう楽しんだ後、はい、あ、その後もある、その流れからですね、よろずや金之助さんというですね、名優がいたんです昔ね、はい、
これ時代劇のあの歌舞伎からこう派生してますよ、万屋錦之助さんはね、あの歌舞伎と関係してるんですが、まあとにかく名優でございます。この名優がやってたですね、破れシリーズというのがあります。時代劇で破れ傘、当春、悪人狩りっていうのがまずありまして、その後破れ奉行、そして破れシンクロと続くんです、この破れシリーズ。その中で今破れ奉行、これ一番好きなの時代劇なんですが、破れ奉行をあの YouTube で無料配信しているので、これを見ております。はい、破れ奉行でございます。はい、これがかっこいいんですよ。破れ奉行がめちゃめちゃ良くてですね、これ1時間ものですね、1時間これを堪能して寝るというですね、これが、夜の YouTube ライフになっております。破れ奉行のすごいところなんですよ。深川奉行なんですよ、東京の深川奉行なんですが、悪代官をやっつけにもちろん行くんですが、行き方が面白い。なんとクジラ船で行くんですよ。クジラ船を出しましてですね、川から行くんですよ。だから大名屋敷で お主もあるよのって言ってると、なんとクジラの森、あれが飛んでくんですよ、ドーンって。でも何者っていうと、船バキバキバキってこう屋敷に入ってきて、でてめえら逃げじゃねえ、誰来てやるっつって、バッサバッサと切ってそのまま去っていくっていうですね、すごい話なんでございます。バーコモンさんはコーラにメントス入れる動画とか見ないんですか？全く見ないですということで、オムラマンとバカボン、オムラがそれぞれ6マス分のネタを書き、サイコロを振ってトークしていくオムラ家の人々シーズン3、ごきげんよう。出演、オムラマナー、バカボン、オムラ、ディレクター、オムラユージ。次回はバカボン、オムラが、紙に6マス分のネタを書き、オムラマナさんをバッサバッサと切り捨てます。あ、違う、サイコロを振ってトークしていきます。お楽しみに。バスバスバス、ハロー YouTube。オムラ家の人々。